日常演技食歌日記へようこそ。さて本日のご飯はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。はい、こちらモスバーガーのバターなんていらないかもと思わず声に出したくなるほど濃厚な食パンを食べたいと思います。名前らがこれ覚えきれないですよね。読まなきゃ。はい、これ毎週第2第4金曜日発売で完全予約制なんですね。で、自分も気になったのでなんとかと予約してゲットしましたが、これどんなパンなのかな。では早速お披露目。おお、こんな感じですね。なんか見た目はシンプルな食パンですよね。で、赤身は、わ、いい香りがしてきました。はい。おっと。4枚切りにスライスしてくれていますね。結構分厚い。おー、こんな感じなんだ。で、なんか、まずはそのまま残、次はトーストで、みたいなおすすめの食べ方があるということなのですが、では、まずは、ちょっと2枚トーストして、2枚は生で食べたいと思います。それではちょっとトーストしますね。はい、ではトーストしている間にちょっと断面はこんな感じになってます。ではいただきます。食感はもっちりしてるし甘みもあるし、これ本当にすごいです。この食パンでいろいろなお料理作ってみたくなりますね。はい、続きましてはトーストしていただきます。あずつつ早く食べなきゃ。ではで、トーストするとまた変わっていいですね。今度はサクってなってます。うーん、サクサクと食べ進めたいって、何言ってんの自分。なるほど、どうやらバターがいらないというのは、おいで上に塗る必要がないほど生地の中にバターが濃厚に練り込まれているという意味だったようですね。食べてみるとバターの香りとミルクの甘みが口の中でふわーっと広がってきて、とっても美味しかったです。そのままの状態で食べるとちょっともっちりとした食感になり、ミルクの甘みが強め、トーストするとちょっとさっくりとなってバターの香りがより強めになりますね。なのでどちらを感じたいかにもよっても食べ方は変わってくると思います。このあたりはお好みですかね。で、きっといろんなものを塗っても美味しいだろうなと思える、とっても美味しい食パンでした。これで600円だったら、まあ出す価値はあると思います。食パン好きな方にはぜひ食べていただきたいパンですね。というわけでこれはこちらの点数とさせていただきます。さて、せっかくモスバーガーに行ったので食パンだけというのもなんなので、実は他にもチャンネル登録よろしくお願いします。毎週金曜日限定のごちそうスパイシーチリバーガーと、先日飲んだ時にまだ飲んでいなかった、先日飲んだ時じゃない、先日紹介した時に紹介しきれなかった混ぜるシェイク宇治抹茶モスシェイク、ストロベリー、ちょっと残念なことになりましたけど、シェイクイチゴじゃなくて、イチゴじゃなくてコーヒーを飲みたいと思います。もうなんかむちゃくちゃになってるね。ではこのチリバーガーからいただきたいと思います。なんかハラペーニョが入ってるらしいですね。ハラペーニョって聞いたことあるけど食べるの初めてなので大丈夫かなとちょっと思ってます。ではいただきます。確かに辛いけど、思ったほどでもと思ったけど、やっぱりカレカレカレで、こうあーって食べられないほどではないですね。なんかでも中途半端なリアクションだな。スパイシーチリバーガーは、うわ激辛でとても食べられないっていうような辛さではないんですけど、やっぱり結構ジビジビと刺激がきましたね。今もちょっと舌に残ってます。なので程よい辛さというとちょっと語弊があるような辛さなんですが、多分これは標準なので、標準で試してみたいという方はこれはいいですね。で、ハラペーニョは入ってないバージョンや2倍入っているバージョンもあるので、それらをお好みに合わせて食べてくださいということなのでしょう。自分はちょっとビリビリくるから、ちょっと あとはボロボロ崩れてしまって、すごくちょっと食べづらいかなと思う部分がありましたので、こちらの点数とさせていただきます。まあ自分の食べ方が悪いっていうのもあるんですけどね。で、こちらの3種類のシェイク、ちょっとコーヒーが残念なことになりました、まあ、前回とではちょっとアイスっぽいシェイクで、ストロベリーとコーヒーはそれぞれの味がしっかり感じられて美味しかったんですが、この宇治抹茶は特に、ま、甘さを控えた抹茶がうまく混ざって本当に美味しかったです。この抹茶が好きな方にはおすすめですね。もちろんそれ以外の味もそれらが好きな方にはおすすめです。なので自分は抹茶味を一番推しとさせていただきまして、これをこちらの点数とさせていただきます。抹茶ぜひ、ちょっと高いだけのことはあります。
はい、というわけで本日はモスバーガーの食パンとあとハンバーガーシェイクも食べてみたんですが、どれも美味しかったです。この食パンもっといろんな味で出してくれないかなとかちょっと思ったりします。でも食パンで勝負するならこのままの方がいいのかな。はい、それでは建国記念日、火をつけようかな心ばかり、その心に火をつけたいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると、この動画が皆さんの参考になると嬉しいです。演武終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。